皆さんこんばんは、ナナミです。今日はキャンメイクで買ってきたコスメを紹介したいなと思います。今回はそれでメイクするわけではなくて、また違う時にプチプラ縛りでメイク動画を出そうと思ってるので、まあそちらも楽しみにしていただけたらなと思います。それではビデオスタート。じゃじゃーん。こちらのキャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーマットライトオークルですね。でこれは SPF26 の PA2+。 これはもう結構有名ですよね。私偽のテスターっていうかそういうのでしか試したことなかったので、今回ちゃんと買ってみました。開けてみます。すごいね、ベストコスメパウダー2位だって。これ何これなんか特に関係ない感じ。おお。で中はこんな感じで、ちょっと肌色っぽいのかなのカラーなんですね。あ、このなんかパフもついてるから使いやすそう。おお、結構白い、もしかして。こんなことないか、時計もかな。あ、このパフの感じとかはすごい好きだわ。ちょっとのせちゃうけど、まあでもね、私の使ってるエレガンスのパウダーよりはね、もうちょっとこうマシュマロっぽくなれるんだろうなっていうぐらい、ちょっと粉っぽいかな。有名ではあったけど初めて買ったので使うの楽しみです。こちらの2つです。アイシャドウですね。こちらはキャンメイクパーフェクトスタイリングアイズ13番と、こちら15番ですね。こっちが最近出た夏の新作です。これはさ、多分去年とかそのぐらいに出てたやつだよね。どっちも可愛いの。ちょっと開けてみましょう。ずっと買ってなかったからすごいね、テンション上がった。でなんか割とパッケージも可愛くなってる。お、こんな感じです。13番ですね。まあ、メインはやっぱこの色なのかな。こういうメロン、夕張メロン的な感じで、こっちはなんか普通のメロンみたいな。なんでやねん。ちょっと手に塗ってきますね。白、うん、まあ普通ね。じゃあ次はオレンジ。わお、これいいじゃん。え、かわいいかわいい。オレンジメイクの時とか使えそう。じゃあ黄緑。おお、かわいい。え、これブラウン。うんうん、まあこれも普通に使えるよね、締め色的な。で、あと最後中心のラメ、ここにのせようか。ほう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 。おい、きれいきれいきれい。伝わりづらいけどこのオレンジかわいいよ。ちょっとこれはね、まあ、難しいけど発色もかなりいいと思います。私ね、ちょっと照明を使ってないので色味そのまんま出せてるとは思うんですけど、こんな感じかわいい。じゃあ次こちら15番の方ですね。開けます。こっちも同様チップがちゃんとついてて、これはね、ほんと夏仕様だね。ブルーなんでキラキラしてる方から、はい。で、まあ、このキラキラもう一つとピンクっぽいやつ。うわ、これ結構すごくない？見たまま発色って感じ。ブルーで、おお、これは濃い。いいね。なんかちょっとナーズのあのシャドウっぽい感じ。こういう青のありますよね、綺麗なの。まあ、あとはこのブラウンか、これね。まあこれはさっきのとそんなに変わらない、こんな感じ。これがね、新作のアイシャドウです。これでまだメイクしてないからだけど、なんか塗った感じ全然粉飛びしてないから。でさらにこうアイクリームベースをつけたら粉飛びの心配はそこまでなさそう。まあちょっとね、難しいからかなとは思うんですけど、またメイク動画出したいと思います。じゃあ続いてはこちら、キャンメイクのグローフルールチークス06番。これさ、私ずっと気になってたんだけど、どうやって使うのって思ってたんだけど、2、3回くるくる混ぜて最後の仕上げにツヤを出したい部分にグローパウダーをオン。おお、中には普通にこのブラシがついてますね。のせやすそうな。まあでも私ダイソーのチークブラシ結構好きなんで、
まあ、ちょっとこれは使わないかもしれない。これがグローパウダーってやつなんで、頬の高い位置にこのカラーをのせるといいそうです。ここら辺、こういう赤っぽいピンクとかも全部ねできる。すごいいっぱいつけちゃうとこんな感じのすごい濃くはなってしまうみたいだけど、ここの色がちょっと多く取っちゃうと私はちょっときつい。私はイエローベースなので、多分基本的にこういうコーラルピンクっぽい部分が合うのかなと思います。最後はこちら、キャンメイクステインオンバームルージュ T、 これは T02 なのかな。私もともとこれよく使ってたんですけど、ティント系はまだ買ったことなかったので買ってみました。おお、透けてるのが。塗ります。ちょっとここで使いやすそうなピンク、本当赤にしようと思ったんだけど結構持ってるからピンク系がいいなと思ってこの色にしました。体温でじゅわっと溶けていく感じですね。匂いはなし。うん、塗りやすい。かわいい。こういうテカテカしたピンクってあんまつけないからちょっと慣れないけど、どうでしょうか。もうキャンメイクは本当に安くて、私は結構キャンメイクとかそういうセザンヌとかもそうだし、もう結構プチプラコスメが好きです。はい、こんな感じで今回はキャンメイクのコスメを紹介しました。本当に最近買ってなかったので、なんかもうさらにグレードアップしてて、もういろんなものありすぎて結構もっと買いたいのあったんですけど、まあ、今必要なのというか気になったものだけを購入してきました。こんなにねいいアイシャドウが出てるなんて全然知らなかったし、すごい使うの楽しみです。気になる方がいましたらチェックしてみてください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。